平野の仕様、ショータイムへの新 CM 出演で国内解禁。2024年、エンターテイメント界を熱狂に導く。日本のエンターテイメントシーンに躍り出た平野の仕様が、新たな一歩を踏み出します。2023年12月24日に放送された、アビーマの特別番組、飛べの夏休み、からハワイ独占密着。 新たな決意から、では、滝沢秀明さん率いるグループ、飛べ、の一員として、夏のハワイ旅行に密着。プライベート感満載の映像で、ファンには最高のクリスマスプレゼントとなりました。飛べ快進劇2024年も期待大。飛べ、はその会進劇を継続中。2024年には、新たな動きが待っています。 まず1月には、ナンバー・アイがデジタルシングルを配信リリース予定。これは金プリ時代には叶わなかった念願の世界展開への足がかりとなることでしょう。そして、3月には東京ドームでのコンサートが決定。飛べ、の全アーティストが出演し、4つ日間にわたって行われます。事務所の発足からわずか1年での東京ドーム公演は異例のスピード。 彼らの勢いが感じられますね。平野市用、ますます躍進。一方で、その勢いを牽引するのは、ナンバーアイの平野市用。インスタグラムのフォロワーは400万人を超え、SNS での関連ワードは日常茶飯事。彼の人気は衰え知らずです。さらに、新たなオファーが平野に舞い込みました。 国内の大手ビールメーカーのお酒の CM に新たにキャスティングされ、人気を笑い芸人との共演が予定されています。これにより、平野は金プリ在籍中に多くの CM に出演していた過去を踏まえ、新たな一歩を踏み出すこととなります。外資系企業も注目、平野の使用タイムは止まらない。平野の外資系ブランドへのアプローチも続々。 雑誌、エルジャパン、では全身、ルイ・ヴィトン、で登場し、商品は即完売。香港でのファッションショーへの招待、イブ・サン・ローラン、とのタイアップなど、その活躍は多岐にわたります。今後は、お茶の間でも平野の姿がより目にする機会が増えそうです。2024年は、ますます熱い平野の使用タイムが続くこと必至。 エンターテイメント界を彩り、ファンを魅了し続けることでしょう。トべとナンバーアイ、2024年の大舞台に向けて準備中。一連の動きは、平野だけでなく、トべ、全体にとっても重要なものとなっています。2024年には、グループ全体が新たなステージに挑戦します。ナンバーアイのデジタルシングル配信や、東京ドームでのコンサートだけでなく、 平野が大手ビールメーカーの CM に出演することは、グループの知名度向上に一役買うことでしょう。その中で、外資系企業からのアプローチも相次いでおり、彼らのグローバルな活動が見込まれます。エンターテイメント業界で異例の開挙。東京ドーム公演に関して、テレビ局関係者は、事務所の発足からおよそ1年での東京ドーム公演はかなり異例。 彼らの勢いが感じられますね、とコメント。この異例の速さは、飛べのエンターテイメント業界における急速な台頭を象徴しています。そして、これだけでなく、平野が外資系ブランドの CM やファッションショーに登場することで、国内外での注目を集めています。その異例の開挙は、日本のエンターテイメント業界において新たな風を巻き起こしていると言えるでしょう。 2024年、平野仕様の仕様タイムがエンターテイメント界を席巻。これまでの軌跡を振り返れば、平野仕様と飛べば2024年もさらなる飛躍を遂げることは確実でしょう。国内外からの注目を集め、新たなプロジェクトに挑戦する彼らの姿勢は、ファンにとってはますます期待を膨らませています。 外資系企業の CM 出演やファッションショーへの招待、さらなる国際的な展開に対する期待も高まります。トベトナンバー、アイの未来に注目が集まる中、2024年は平野の使用タイムがエンターテイメント界を熱狂に導くこと必至、ますます多彩な活動が期待される一年となりそうです。 平野紫仕様、仕様タイムの2024年がエンターテイメント界に熱狂をもたらす。平野紫仕様と戸辺の躍進は2024年も止まりません。新たな CM 出演や国内外での活動、東京ドーム公演など、これまでにない異例の展開が注目を浴びています。 彼らの快進撃は単なるエンターテイメント活動に止まらず、外資系ブランドや国際的なファッションイベントとのコラボなど、幅広いフィールドに広がりを見せています。ストベ全体の大きなステップアップとともに、平野の使用タイムはますます多彩な式採用日、エンターテイメント界を熱狂の渦に巻き込んでいます。 彼らの勢いや異例の成果は日本のエンターテイメント業界において新たな可能性を切り開いています。2024年は平野仕様の仕様タイムが新たな扉を開き、ファンを驚かせ、楽しませること必至。トベトナンバー・アイの未来に大いなる期待が寄せられる中、ますます進化し続ける彼らがエンターテイメント界を熱狂の渦に巻き込んでいくことでしょう。